ラジオイレブン。はい、はじめました。ラジオイレブンの吉木慎吾です。ルセットです。いやー、残留争いが本当にね、すごいことになってきましたね。いや、確かに。まあでも。 僕、エスパルスサポーターからしたらはいもうねガンバありがとうって感じ<笑><笑>あ確かに大分にだからほんまにガンバ大分に負けてもおかしくないような状況から逆転というかね、はい。切りましたから,、うん、から大分は大分からすると苦しい状況にはなりましたもんねそうですねであのー、徳島も神戸に1ロ0で負けてはい うん、まあさすが神戸だなって感じなんですけど。で、湘南は、まあ、引き分け。広島と引き分け。そうですね。うん。清水も引き分け。札幌になんとか追いついて引き分け。うん、うん。で、なんといってもね、あの、横浜 FC も仙台も勝ち点積んでますから。いや、そうですね。うん。だからね、結構残り3試合、ね、面白いし、うん、まあおそらく清水、湘南、 にまあどこか抜くかっていう感じになると思うんですけど、うん、うん、そうですね。あの湘南と徳島が直接対決あるんですよね。あ、そうなんですか。うん。ええー。これ結構ね重要でしょう。うん。確かに、うん、だ、どっちかは絶対勝ち点を落とす風になってるんで。そうですね。いや確かに苦しいゲームにはなりますよね。 うん、で、まあエスパルスと湘南ベルマーレは、まあ一勝したらなんかちょっと安心かな。今、勝ち点3差あるので。まあまあまあちょっと頭一つ抜き出るような状況にはなりますもんね。うん、はい。まあそんな中で、エスパルス、平岡大成になりまして。確かに、ロティーナ監督は辞めましたもんね。はいで。残り3試合、どういうふうにね、戦っていくのかっていうのを、はい。まあはい。ね。 今シーズンエスパルスめちゃめちゃ上げてきましたよ僕らそうですね動画数は、はい、結構12を争うぐらい上げてきましたね、うん、もうこれが集大成ですよ今シーズン残り3試合はいはい、はい、やっていきましょうあ,あの、はい、チャンネル登録をぜひまだしてないよって方は、はい、チャンネル登録を今ね増やしている,るんですよね僕ら <laughs> ぜひお願いいたします <laughs> <laughs> 確かにエスパルスサポーターのからどれぐらい登録してるかっていうのはかんないんで結構 <laughs> 登録をいいはい、絶対上げるお願いしますはいやっていきましょう、はい、聞いてるあなたを観客から監督に今日もサッカー指導者そしてお笑い芸人がサッカーを深く面白く伝えていきますはいということで、えー、エスパルス会 ね、平岡監督になりましたけどはいうん、まあ、ちょっとねロティーナ監督がどうだったかみたいな話はまあ一旦置いといて一旦置いといてはい平岡監督になってどうなったかで今後どうやっていくかっていう話をしていきたいんですけどはいまずねえー、札幌戦変化がね多少ありましたおおそうなんですかはい、はいまあ、で フォーメーションは変わんないんですけどえっとね攻撃の部分で結構単純に前にスペースに蹴り込むシーンが多くなったはいはいはいだからビルドアップとかもちょっと省略してそうですね前に蹴るようなシーンが多かったとで,、ね、で今までは藤本選手とサンタナ選手2トップではいどっちかというと藤本選手が1.5列目みたいなところに落ちて うん,うん、うんうん、で、えー、スペースでボールを触るっていうことが多かったんですけど、まあ、例えばね鈴木唯斗選手なんかもやってたじゃないですかそのポジションをそうですねだからサンタナ選手の周りで衛生的に動いてみたいなのが多かったですよねなんですけどどっちかっていうとなんかこうサンタナ選手を起点にしてその前に藤本選手がいるみたいなはいはいはい、うん、ポジション取りで結構前に、えー、圧力をかけて 1、えー、一個長いボールで、えー、前進しようっていう狙いが、まあ、見えたんですけどはいはいまあ個人的にはねもう残り3試合で結局ロティーナ監督でうまくいかなかった部分なんでそこをあのただひたすらやっても仕方ないっていう判断だと思いますしまあそうですねはい、うん、結局ねあのサッカーってもう監督やってる立場から 言わせてもらうともうねボール持ってないアクションがね一番ね危険じゃないんですよ。どういうことかと言いますと結局一番危険なのって<い>あの自陣でボール持ってる時なんですよね。ほう、うん、特にあんまり上手くないチームが自陣でボール持ってる時ってあの危険性が高いんですよ。 いやー、確かに、まあ、はいはい、簡単にボール奪われて、うん、低い位置で、うん、もうそのままカウンターみたいなシーンには、なってるシーンをよく見ますもんね、うん、ハイライトとかでも。そうですね、東京戦も、それで、失点を重ねてしまうっていうのがあったんで、エスパルスね。うんうんうん。はい。まあ、その辺はちょっと割り切って、前に前にっていうところで、えーはい、この戦術でかなり良くなってました、エスパルス。へ、えー、なるほど。うん で札幌戦も、ね、かなりシュートまでいけてて、はいうん、押し込むシーンも、ね、多かったんですよ。へで守備に関しても、まあ、かなり、ね、前からいく姿勢が見えました今まではやっぱロティーナ監督のもと、えー、1個引いてブロック作ってからっていうのが多かったですけどかなり前からいって奪いにいく相手に前からプレッシャーをかけにいくっていうのが増えて非常に選手はやりやすそうでしたね。 ああだからでんどっちかというと伝統的なというか、うね、エスパルスの得意としてるスタイルでやってたっていう感じですか。うんうん、いや、そうなんですよ。エスパルスはやっぱね、瀬尾君覚えてますあの、四村時代。はいはい、ヤン四村ン。あの頃とか結構ね、はい、前から行ったりとかしてたんですよ。うん。ドーグラス、北川、金子、白崎、もしくは石毛とかの頃ころ。はいはい、うん。 前から連動した守備っていう印象はありますねそうですよねでショートカウンターっていうのが多かったんですけどやっぱショートカウンターねエスパルス根付いてるんで、うんうん、でホームでそれをやると上がるんですよやっぱ、うんうん、でね非常に良かったです札幌戦はえー、はいで先制したんですよね 西澤選手のクロスから、こぼれて、スチアんと決めて、先生。はい、うんうん。その後、2失点で逆転されて。はい。まずいってなって。はい。はい。で、札幌に押し込まれて、金子選手の折り返しに、小森選手のシュート。終わった、うん、と思ったら、<laughs> ゴンダスーパーセーブ。はい。うん。あれは神でしたね。 <laughs> いやそうですね、ほんまに、窮地を救ったったたて感じでしたね、うんうん、なんかね、あのー、東京戦のあと、もちろん東京戦ね、権田選手が、まあ、多少ミスがあって、サポーターの、ね、不満みたいのもあったと思うんですけど、なんかね、批判ねうん、権田選手がね、インスタでストーリーで、結構ね、はい、連日、DM をね、頂い,いてますけど。 何を言われても僕はエスパルスのために戦いますと文句なんか言ってないで応援しろっていうねキャプテンからの熱いメッセージありましたよううもうかなりね誹謗中傷言ってると思うんですようん、うんまあ、僕らもねそこまでの影響力はないですけど多少たりともねなんかコメントでなんか嫌なこと言われる時とかあるじゃないですかまあそうですねうん、はいで もうちょっとでもねあるとなんかむかついたりするんでもう相当ですよ権田選手なんか <laughs> 相当言われてると思いますよ。いや確かにだって日本代表クラスの選手ですから、うん、まあまあ日本の顔って言ってもおかしくないようなゴールキーパーの選手がそういうインスタンストーリーで反応したくなるっていうのはもう、うん、多分相当なほんまに、うん、批判とか、うんうん、誹謗中傷みたいな声は多分多かったんでしょうね。 うん、でまあね、それを言うなって、まあ、言うのはね、もちろんなんですけど、はい、うん、やっぱね、匿名でねあの、何でも言えちゃうと、人間って何でも言うんで、結局。ああ、そうですね、うん。もうね、ボケなんですよ。そういうやつらは。だらもうそれはもう置いといて、権田<い>選手すごいよっていう、何言われても屈しないで、であれ、うん で、あの、セーブして、チーム救って、勝ち点1取ってますから。いや、間違いないですね。うん。さすがもうキャプテンだなっていう感じでしたし。はい、うん。ま、その後のね、タキ選手のゴール。うん。うん。うん、僕もね、あの、時差があるんで、朝6時に起きて見てるわけですよ。エスバルスの試合を。<laughs> 朝6時に起きて。ええ、はいはいはい。もうね、 そんなことないでしょ日本にいて朝6時から J リーグがあるっていう世界が。まあ、J リーグはね、うん、確かに海外サッカー、チャンピオンズリーグとか、そういう大事なゲームとかで、あどうしよう見たいっていうのはありますけど、J リーグは朝早起きっていうのはないですもね、うん。もうね、眠いんだけどワクワクしてるっていう意味のわからない体の状態で起きるんですよ。はいはいはい、しかもだから、<の>今までやったらもう当たり前のように昼、夜、夕方ぐらいに、うん 見見てる試合を朝なないといけないとけですもんねそうそうそうそれでもうね朝自分のサッカーの試合に行くバスの途中でこう見ててうもうタキが入れた瞬間もうね大喜びしましたよねバスの中で <laughs> はいえー、えっ今子供たちもいるんですよねあっ違うあと会場に行くっていうバスであのあ<ー>一般のバスに乗ってたんですけど,ど<れ>はい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 、うん、ああだから普通に一般のお客さん乗ってる、うん、お客の乗ってるね えー、もうお構いななしですよそんな笑ってくれって感じなんですけども本当にあのゴールはね、はい、素晴らしかったですねいやー素晴らしいですね。うん、であのプレーの質も高くて実は<う>原選手のクロスからサンタノ選手ニアで潰れてファーでタ、ね、キ選手なんですけどあれあれでも原選手が事前に言ってたらしいんですよ滝選手に。 僕が俺がクロス上げるときにサンタナに目がけてやるけど、はい、絶対にそのあとに後ろにこぼれるから準備しとけっていうまさにへ<ー>、うん、でそこに入ってきて最後落ち着いてトラップ決めて押し込んでっていう彼なんかマジでもう本当にエスパルス育ちなんですよね清水ユースで。うん 僕も、ね、ユースの試合とかず結構見に行ってましたから滝選手の、ね、ユース時代のプレーとかずっと見てましたけどうもうめちゃめちゃうまかったしだから平岡監督に育てられてるんですよね彼はああなるほど、うん、で,で平岡監督のところに走ってって抱きついてっていう熱いですね、うん、もうめちゃめちゃ点が欲しいところで決めて ね、監督に少しでも恩返しできたんじゃないかっていうコメント出しててもめちゃめちゃいいなって思いましたねあれいやしかも札幌って普通に強いですからね正直うん強かったね<ー>本当ににんか順位以上に強いというかそうですね、うん、やってるサッカーの質とか選手の質とかもすごい高い中で、うん、まあしっかり同点にねたどり着けるようなゴールを奪ってるっていうのは、うん、まあやっぱさすが ここで負けてたらもしかしたらっていう可能性あったかもしれないですけどここでやっぱ同点に追いつけるっていうのはう、ね、やっぱ残留できる可能性のあるチームなんかなっていうのはすごい感じますもんねうんここで1と0じゃ全然違いますからねいやーちだいぶ大きいですよ、うん、でまあね平岡監督のメンバー選びもちょっと変わってはいはいはい、うん、ホナウド選手を外して竹内選手先発で入れたりとか

おえー、なるほど、うん、いやねあの決断力というか、はい、やっぱあれにはロティーナな監督にはなかった素早さでチームの雰囲気もあの時に変わりましたし、はいうん、途中から出た選手が、ね、非常に良くて鈴木唯斗選手瀧選手とか非常によくてあと鈴木善則選手が60分ぐらいから出てきたんですよ久しぶりに。 はいセンターバックはいもう彼出てきた瞬間もうチームが変わりましたねえー、どういうふうに変わったんですかもうビルドアップが変わったああなるほど明らかに落ち着きが出ましたねビルドアップにそんな一人で変わるんですねうん岩橋選手に変わって左センターバックに入ったんですけどもう、はい、まあなんだろう収まるというかそこでボールが 鈴木選手がボランチを引き出して出して落としてとかサイドに散らしてもう一回受けて変えてっていうのがもう鈴木選手起点でできてたんでええー、もう間違いないですね彼まあだから味方の選手を動かしつつ相手もコントロールしつつみたいなのを鈴木選手、うん、まあ一人でっていうとあれですけど、まあ、かなり鈴木選手の入った影響でうまくコントロールできてたっていうことですね、うんはい で、2>, はい、2週間空くじゃないですか。ああ、そうですね。代表ウィークで。はい。あのー、瀬尾くん。はい。エウシーンを帰ってきます。もい <laughs> <laughs> なるほど。これなんです。来ましたね。うん。<laughs> エースが帰ってきますよ。いに一番サッカー上手いんですよね。エウシーンの選手が。はい。 で、あのー、なんでか知らないですけど、バウト退場したので、あのー、<laughs> いや、あれはちょっと、笑、あの、エスパルサポーターじゃない僕からすると、ちょっと笑ってしまったというか、うん、何してるの,てんのっていう。<laughs> うん、<laughs> ちょっと思ってしまいましたね。はい、<laughs> なんで、次節バウト出れないんで、まあ、鈴木義則選手は絶対出ると思うんですよ、あ,<ー>あのパフォーマンス見て。なるほど。はい。 なんで右センターバックを井林選手で行くのか原照樹選手を内側にしてエ c シーニスタメンで出すのかとかもしくは立田選手を使ってみるのかとか確かにねいろんな選択肢があると思うんですけどエウシーニ選手、はいえー、札幌戦の、ね、次の日のエリートリーグ札幌戦でもう出てたんで半分ぐらい。えー もう2週間あればね、もうスタメン入ってきてもおかしくないんじゃないかなっていうか。うんうん、で、まあ、左片山選手も札幌戦で、ね、調子良かったですし、はいうん、エリートリーグで、えー、山原選手、活躍してたみたいですし。あエリートリーグ出てるんですね、山原選手。はい、なんで <laughs> あの、僕が前に出した動画、エスパルスの夫人どうなるかっていう。 怪我に復帰したら、夫人どうなるのっていう動画を上げたんですけど、はい,あいま,、はい、まさにあの僕が上げたスタメンは右 FC によ、エウシーニ原、鈴木よしのり左、山原にしたんですよ。はい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 、はい、フォーバックが、はいうん、いや、ちょっとなんかもしかしたら可能性はあるかなっていう。 うん、逆に、まあ、バウド退場のおかげでって言ったら、あれですけど、<laughs> うん、<laughs> もしかしたらありえるかもっていう <laughs>、うん、まあ、ただ残留争いでもう、どうしてもなんかこう、マンパワーが欲しいっていうので、片山選手を使うのかなっていう感じもしますね。で、山原選手、ちょっと前に置いてみたりっていうのも、もしかしたらあるかもしれないですけど。はははいはい、はい うん。まあ見た感じ結構みんなコンディションいいんで、中村啓太選手も悪くないですし。はい。うん。まあ西田選手とかでね、調子上げてくれば、もう本当に誰が出るかわからない。うんうんうん。うん。でね、カルリーニョス選手が、えー、っと、東京戦のアップの時に怪我して離脱してるんですよ。えあ、そうなんですか そそうそうだから彼がどのぐらいの怪我なのかっていうので、まあ、それもまたちょっと変わってくるんですけどカルリーニョ選手帰ってきてくれてたらもうベストメンバーになるかなっていう,うん、うん、はい感じで残り3試合、えー、広島浦和セレッソですねエスバルスは広島あ浦和セレッソなるほど、うん、勝てないこともない いやー、まあ、強いですけどね。うん。うん、難しい。うん、どういうゲームになるか分かんないですねほんまに、うん。うん。強いけども、本当に化け物じみた強さとかではないので。まあまあまあ、一番、うん、まあ、1位、2位とかではないですからね。はい。どうですか、瀬尾君、エスパルさん、勝てますか勝てます。おいきましょう。<ー>よし、3連勝、いきましょう。 行きましょそうそ想は当たらないですけど <laughs> 行きましょうはいはいリンクですはいはい、まあエスパルス目線で残留争いを話してますけどはい本当にね、今、まあ、どのチームもね、諦めてないし二、はい、勝でもしたらね、そのチームが多分残留するんで まあまあまあ3試合中2勝すれそ、ね、ういった意味では、おも面白いですよね、<laughs> 今年4チーム落ちるという、いやけど、まさかだから、僕ら3人ともエスパルスは、正直 J1 順位予想したときより、だいぶ上位に予想してたんでま <laughs> まあ、そんな,こんなシーズンになるとは思ってはなかったですけど、けどやっぱ選手層とか、今喋ってて聞いてても、

ライキもちょっと見えてくるのはいはいはいっていう感じなのでもうちょっとね期待していきたいと思いますそうですねはい、はい、えー、最初も言いましたけどチャンネル登録は、ね、欲しいのでぜひ、はい、よろしくお願いいたしますお願いしますお願いします <laughs> ここまでの終えてはとりあえずとりあえずとりあえず